三四一二三四一二三四一二三はい一二三四一二三四1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
はい、ひまわりの役職の式についてお話していきます。よろしくお願いします。サビの前に四分の二拍子、二拍子が挟まっているところありますね。ここのところで私はせーのというふうな言葉を使いました。まあ、拍のカウント的には1、2、3、4、1、2、そばに言いたいよというふうに1、2、3、4、1、2、1、2、3、4なんですけれども、その1、2のところで1、2とカウントせずにせーのという言葉を使ったんですよね。これはもちろん1、2で全然悪くないっていうか、もともとそっちが普通のカウントの仕方なんですけれども、このせーのっていう言葉はこの気持ち気合が入るんですよね。1、2、3、4、1、2ってやるよりも1、2、3、4、せーのっていう風な、とても日本語には便利な言葉がありますから、まあこれ使わない手はないかなと思います。さあみんな一緒に行くよ、せーのっていうような気持ちをこの2拍子のところに込めてもらえばなと思います。H の前でぐーっとクレシェンドしてきて、 H のところでストンとピアノに入りますね。そこで私はぐーっと広げていたものをスッとこう収めるようなモーションをしてピアノの合図をしたんですけれども、このところはその前のあーが非常に声の出しやすいところで気持ちも入れやすいですし、まあ、しっかり声が出てるところだと思うんですよね。それをぐーっとクレシェンドしてきてポンとピアノにして、このそばに言いたいよというところのピアノの雰囲気感をしっかり作ると、次の僕にあるかーなのところのフォルテが生きてきますから、ぜひここはクレシェンドからのピアノという表現をぜひトライしてもらいたいなと思います。指揮者は勇気を持ってですね、このフォルテの状態からドンとこうピアノに持っていくという合図を出して、思い切りよく合唱団に歌ってもらえるように練習してみてください。なお D のところはフレーズ最後の音が 1、2、3 なんですよね。二分音符ですので、1、2、3、3のスのところまで、1、2、3という終わりなんですけれども、それ以外のところ、G のところや79小節目、そこは普天二分音符ですので、1、2、3、4、4のス、S の瞬間まで音が欲しいわけですね。この1、2、3と1、2、3、4は、これ随分細かいことを言うようなんですけれども、やはり作曲家が音符を書くときには何かを狙ってますから、終わりの音をしっかり揃える、しかも二分音符なのか普天二分音符なのかというところをしっかり峻別して、しっかり区別して合図を出して、合唱団ともコンタクトが取れていて終わりが揃うってことは合唱にとってはとても大事なことですので、細かいことですけれどもしっかり揃うように頑張って練習してみてください。一番最後の1、2、見つけたからと終わったら、この手をすぐ下げるんじゃなくて余韻を感じながらスーッと下ろしていくような、この雰囲気感を大事にした終わり方ができると観客の心の中にグッと残るような演奏になりますから、終わり方と終わってからのこのモーションまでしっかりと雰囲気感を作って、もう最後の最後までお客さんの心に残るような演奏をしてもらえればなと思います。はい、それと私途中でぬくもりを全部みたいなところは、その歌詞とシンクロして全部という気持ちを結構振り方にも表してたと思うんですよね。一言一言気持ちの入れやすい歌詞だと思いますので、しっかりと歌詞を読み込んでこの詩の内容に共感して振ってもらいたいし歌ってもらいたいなと思います。はい、以上でおります。ありがとうございました。さよなら、また会いましょう。どうも。